意外と新苗を育てるのは気楽に育てられると思います。去年新苗からジュリアという品種、ちょっと病気に弱かったりする品種なんですが、育てた、その、流れを見ていただきます。皆さんこんにちは。山梨県のバラ苗専門店小松ガーデンの後藤みどりです。暖かくなってきてバラの芽もどんどん成長していますね。毎日見るのが本当に楽しみになってきているような、今日この頃ですが、皆さんのお庭も、いろいろと芽の動きとかがまだ伸びてこないもの、結構心配になっている方も多いんじゃないですか。大丈夫ですよ。やっぱり少し差はありますけど、きちんと芽は吹いてくるものが多いと思います。全くね出てこないってなっちゃうと、あ、残念ながら冬の寒さでやられちゃったのかななんていうのも出るかもしれません。今年の冬も寒かったですからね。ここからは消毒をしたり、まあ、水の加減を見たりとかやることは本当に多くなってきます。農場の方でも新苗がもうびっしり並んで芽がいっぱい吹いてきて、今支柱を立てたり忙しい時期になってきます。新苗の栽培っていうのは意外と皆さん難しいんじゃないかななんて思っている方も多いと思うんですけれども、意外と新苗を育てるのは、気楽に育てられると思います。価格も安いですからね。通販の方でももう予約が始まっています。今日は、去年新苗からジュリアという品種、ちょっと病気に弱かったりする品種なんですが、それを、まあ、うちのスタッフを、勉強のために消毒したり肥料をやったりしながら、育てた、その、流れを見ていただきます。皆さんもそのように、やっていただければ、ちょっと弱い品種でもうまく育つよっていう動画ですので、ぜひご覧ください。そしてぜひチャレンジしてみてください。今日は新苗の育て方をやってみたいと思います。まだ芽が出てから数ヶ月しか経ってない、まあ、柔らかい苗ですよね。で、支柱も立ってるんですが、結構グラグラしたりして危険なので、丁寧に扱うっていうことが基本ですね。で、まあ、この品種はジュリアという品種なんですが、見てください、こちら実際にロザベールで咲いていた成木の花のジュリアです。ちょっとやっぱり病気に弱かったり、こういう色なので多少他の品種よりもちょっと受精が弱かったりして、最初の初期の段階で失敗してしまう方も多くいらっしゃいます。なので今回はちょっと弱い品種を使って皆さんの気持ちになって私もこれを育て上げてみたいと思います。とにかくこの花色の美しさでは、まあ、群を抜いてまして、これ切り花でも販売されている品種なんですね。ですからお庭で育てて、切り花に切ってお部屋に飾るなんてこともバラの楽しみならではの、とてもいい趣味になりますよね。ではまず準備するものから、バラの専用土ですね。で、バラの元肥です。そして鉢、少し小さめの6号鉢から始めます。そこに大きい穴が割と開いてるので鉢底ネットも用意します。あとは土を、下の方に流すようにこう入れていく、続き棒とスコップ、これは用意するものです。それではまずこの鉢に鉢底の網を入れます。で、直接バラの土を入れますね。この時あんまりたくさんしてしまうとウォータースペースがなくなってしまうので、少しだけ底に入れます。この段階で、まあ、このくらい入ってます。そして元肥を入れます。それきり1杯くらい。そしてよく混ぜます。でこの時に直接、この新苗の根が当たらないようにさらに土をかぶせます。この時もあんまりたくさん入れないでください。今度この鉢を入れていくんですが、だいたい入れてみてウォータースペースがしっかり取れるかなっていうのを確認して高さを決めといてください。そしてこれを鉢から抜くんですが、初めての方怖いですよね。少しこうやって机の上に置きながら相当出してもいいんですが、この人差し指と親指で台木のところをしっかりと掴んで、この茶色い部分ですね、つまんで、そしてゆっくり
引き抜きます。こうやって机の上で引き抜くといいかもしれませんね。このままそーっと入れます。中心に来るようにして、枝が上を向くように入れてください。しっかり上にウォータースペースが確保されて、この台木がちょうど隠れるところまで土を入れてきます。はじめからね、袋でざーっと入れたりするとあんまり良くないので、少しずつ入れていきましょうね。少し入れたら、この続き棒で少しこう促しながら粒を崩さないようにしてください。上の方をね、こうつついてしまうと、またこの根鉢が崩れてしまうので、ここも気をつけて、周りを優しくゆっくりと丁寧にやりましょう。そしてまた入れて、あ、いい感じに入ってきました。もうこの時は肥料入ってない土ですよ。少し指で押さえながら平らにしてきます。はい、できました。こんな風にウォータースペースもしっかり取れて、土はちょっと少なめに、あんまり乾きにくいと根の生育が良くないですからね。植え終わったら忘れないうちにたっぷりお水をあげてください。ジョウロの場合はシャワーの初口をつけてあげてください。ホースの場合も優しくこうシャワーが出るようなもので与えてください。結構あのウォータースペースにたまるぐらいまでたっぷりかけてきます。少し底の方から流れ出るのを確認したら、もう一回ぐらい入れた方がいいと思います。新しい土なので、なかなかね、中心まで粒が染みないこともあるので、はい、いい感じに下がってきます。もう一回入れますね。このくらいたっぷり与えるといいと思います。植え込みが終わりましたら、置き場を考えてあげてください。よく日が当たる場所がいいですね。風通しもあればなお最高です。あとはジュリアの場合は病気、黒星病がかかりやすいので、まあ、消毒をして守っていきます。小松ガーデンのヤフーショップでもおすすめしている、こちらの3種、もう少し弱いものには5種、もう一鉢グルジュリアを鉢植えにして、そして2種類の鉢植えをこの3種かけるものと5種かけるもので、その違いを見てみたいと思います。育てる過程を見ていただくということで、前回ジュリアをまあハンドスプレーで消毒するっていうののちょっと試しを3種類と5種類でやってみるっていうお話をしましたが、そのことについてまあお話ししたいと思います。一方は3種類、一方は5種類、このスプレーを使用して育てています。両方とも、小松ガーデンのオリジナル肥料、じゃじゃん、ローズグローを元肥に入れています。そして植え付け後1週間くらいしたら置き肥もあげました。ポイスプーンで軽く上に乗せるだけなんですよね。で、生育の状況にもよって違いますが、ジュリアは品種の中ではちょっと肥料食いなんですね。肥料をちょっと多めにやる。通常ローズグローは1ヶ月に1度の追肥が基本で、こういうところに書いてありますが、3週間に1度与えています。肥料は平均的な使用量を表記してあることが多いのです。なので、まあ、物によっては多少早め多少遅め、そんな風にしていただくといいと思います。初期成長が弱い品種はジュリア同様に、施肥の間隔をやや短めに、ちょっとスパンを短くすると大病性のある品種のように育てられます。逆に大病性がある品種は、40日から45日、まあ、1ヶ月に1回っていうことではなく、そのくらいスパンを空けてあげてもいいと思います。品種に合わせて調節してください。ローテーションの順番は、3種はアタック 1AL、 こちらですね。2週目にやるのがベニカ X ファインスプレー、3週目が、GF モストップジン R スプレーです。5種はこれにプラス2種入ってるんですね。アタック 1AL、 ベニカ X ファインスプレー、ここまでは一緒なんだけど、この後こちらでベニカの X ネクストスプレーが入ってます。そして、GF のモストップジン R スプレー、で最後に
こちらが加わってます。サンヨールトレボンスプレーの順に、散布してます。両方とも間隔は7日から10日の間で、どちらも同じ日に散布をしています。どちらも今のところとても順調に育っていますね。それ以外は新苗の育て方の基本通りに、つぼみがつくと摘来、つぼみを取る、これをやっていました。まあ、どうですかね、ほぼ同じぐらいに育っていると思いますが、3種の方が少し下の葉が、まあ、暑さのせいもあってちょっと落ちてしまった感じです。もうここら辺ちょっとスキズキしてますよね。で、まあ、枝の感じを見ていただくと、5種の方が生育が、まあ、順調にいってるせいか、太めのシュートが出てきてます。6月のね、梅雨明け直後の猛暑日が続いた時に少し乾かしてしまって肌荷が発生しました。両方ともこうやって水強く打ってシリンジをしてるんですが、やはり差が出ましたね。5種の方が、まあ、肌荷に効く薬が多いので、やはり葉っぱがあまり傷まずに、生育は順調ですね。今年は梅雨の時期に雨が少なかったので、比較的葉が多く残っている方も多いです。その反面、肌荷にねやられてしまったっていうこともあると思います。よく見ていただくと、まあ、虫に食べられているところはほとんどないですよね。黄色い葉っぱもあまりないし、まあ、病気と虫それほど、ついてませんので差が出てないですね。8月の頃の気温の高い時期は一時的に、まあ、黒点病とか黒星病止まりますが、ちょっと油断しないでください。まあ、うどんこ病なんかもね一時止まりますけど、夏はね虫も増えてくるので引き続き、散布します。日中はねほとんど蝶も飛ばない暑さですが、夕方になるといろんな虫が、まあ、デザートのようにバラを食べに参ります。なのでもうちょっとその辺は注意しておかないといけないですね。まだ暑い時期ですが、お盆を過ぎると夜温が徐々に下がり始めます。そうするとね人間も楽になりますが、バラも、絶好調になってきます。9月の上旬には台風も増えてきたり、夜温も下がってくるので、また病気が発生しやすくなります。まだまだ油断できないですね。10月上旬に葉が残っていれば枝も充実して冬に枯れ込むこともほとんどありません。今度は秋花の頃にもう一回ご紹介します。ハンディスプレーだけで新苗を育てる、品種はジュリアですね。ちょっと難しい品種をやってみました。それの、まあ、経過報告をいたしたいと思います。ジュリアを手に入れやすいハンディスプレーだけで育てる企画の最終報告です。両方とも5月12日に植え付けをしています。2回目の撮影は、夏の7月23日なので、植え付け後2ヶ月と10日3回目となる今回の撮影日は10月7日なので、約5ヶ月弱、日数では148日です。前回の撮影の後、8号鉢に鉢増しをしました。その後、約2ヶ月と2週間くらいです。一方は3種類、もう一方は5種類のスプレーを使用して、1週間に1回ずつ散布しています。今回まで追肥は5回行いました。すべて規定量で行っています。それ以外は新苗の育て方の基本通りに、つぼみがつくたびに摘来を行いました。ひたすら取っています。秋は枝を固めるために咲かせます。このまま冬まで摘来をすると、枝が柔らかいままで冬枯れをしてしまいます。秋の花は咲かせてくださいね。3種の方は6月の梅雨明け直後のすごく暑い日がありましたよね。猛暑日が続いた時に少し乾かしてしまい、肌荷が発生しました。両方ともシリンジをしているのですが、差が出ましたね。5種の方が肌荷に効く薬が多いので、
被害は少なめでした。今年は梅雨の時期に雨が少なかったので、比較的葉が多く残っている方も多いですが、その反面乾燥するということで葉ダニの被害が多かったです。はい、こちらが3種です。はい、こちらが5種です。同じように見えるかもしれませんが、見てください。ちょっとよく見ると違いがあります。こちらの方は3種の方ですが、下の方の葉を見ると黒星病が出ています。やっぱりね、長雨が続いたせいですかね。両方とも、まあ、高さとか葉の量は一見一緒に見えますが、こちらの5種の方を見ていただくと、結構太いシュートがこちら出てます。でも3種も3種で結構健闘してますね。まあまあの株になってるんじゃないですか。みんなね、もう咲き終わったとこもあるんですけど、お花も結構咲いてました。よく難しいって言われるジュリアですが、私たちも3種のスプレーでこれだけの結果が出るとはちょっと思ってませんでした。根の量もこれだけあれば来年はかなりお花が楽しめるし、お花も、やはり苗の時の花でなく、1年越しで育てた分しっかりと大きい花になるんじゃないですかね。このように実際の結果を、こうやって検証してみると、本当にこれらは効くのかなって、ローテーションって本当にいいのかなって思ったりしますが、実際やってみると私たちも本当に、その結果次第のこういろいろな、表情がバラにも出るのでよくわかりました。やっぱり5本使ったっていうところでは、この立派さっていうのはやっぱりあるかなと。まあ、ハンディスプレーって手軽なので、皆さんが割と使いやすくて結構多く使っている方いらっしゃると思うんですが、いろいろとこうやって試して結果を見ると、一目瞭然で、皆さんもこの結果を、反映しながらこれからの、バラ作りに役立てていただけたらいいなと私たちは思ってます。一番ね、黒星病にも弱い品種を やりましたので、強い品種だったらもう少し間隔も空けてもいいし、手を入れながら、できるだけ減農薬でもできるような、感じはすると思います。ただ新苗はこのように、5ヶ月くらいでこれだけ大きくなりますんで、少しは薬剤を使ってあげて、しっかり、まあ、ハンディスプレーで消毒してあげて大きくしてしまった方が後の管理はすごく楽になります。皆さんもね、ぜひ来年もじゃあ新苗やったことないけど始めてみようって方は、ぜひ3種5種のスプレー、選んでいただいてやってみてください。もうやってるけどたまにこう消毒億劫になっちゃうなって方も揃えておいて、それをやっていただくことによってさらにいい結果が出てくると思います。やっぱりね、手をかけるっていうことはすごく大事なことですよね。こちらの方ね、引き続き私たちも大事に育てていきますので、皆さんもぜひ、ハンディスプレーをローテーションで使って綺麗なバラ作りしてみてください。鉢の大きさを変えずに、そのまままた育てる方法を今日はやってみたいと思います。9月頃に鉢増しをしたので、まだしっかりと根鉢が、まあ、できてないんじゃないかなと思います。引き抜こうとするとちょっとね、根鉢が崩れてしまうかもしれません。ちょっと見てください。こちらが、5種のローテーションでやった方ですね。まあ、やっぱり苗もしっかり育ってますよね。抜いてみますね。抜きづらいときはこういうね、切りナイフとか使うと便利です。やっぱり少し土が下にこんな感じで残っちゃいますね。5種の方も抜いてみます。
やっぱり根っこがしっかりね、根鉢がもうできてますね。こんなにちょっと差があるとは思いませんでした。まあこういう場合はしっかりとね、土を変えた方がいいと思います。冬の間はこうやって根鉢をチェックして、土を変えるか変えないか判断するといいと思うんですけど、まあ、こんな風にあまり根鉢ができてなくて、鉢の中に土が残ってしまうような場合、こんな場合には土替えは必要ありません。このまま根鉢ができるまで栽培します。鉢増しをしたばかりではないのに根が張っていない、まあ、弱っているような苗、そういう場合は鉢のサイズを落とすことをお勧めします。まあ、一つ、一回り、小さい鉢にするとかっていうことですね。なぜなら土が乾かないとまた生育不良になることが多いです。根が入る程度の範囲の、まあ、最小の鉢にしてください。鉢から抜いてみて、まあ、根が、まあ、下の方までぐるぐる回っててもうこれ以上根の行き場がないなっていうのは、まあ、固くなってるものもありますよね。まあ、抜くときにさらに、大変だなと思うのはかなり根が張ってますよね。そういうのは、まあ、一旦出して、そして根を崩します。冬は根を崩しても大丈夫です。休眠していますの で根っこをしっかり確認してください。あまり育たなかった根っこがないなんて場合には土が泥のようになっていたり、コガネムシの幼虫が入っているなど、よく育たなかった原因がこうやって抜いて見てみるとわかるかもしれません。白い根でしっかりこう埋まっている、そういう場合には安心ですよね。そういうふうに、まあ、診断するのもこの時期でしかできない、作業なので、一度は根の中を見てあげるっていうのも大事ですよね。1年に1度しかできないので、冬の間はしっかりと、そういうことをしてください。じゃあ実際に、どんな風に土を変えるか、元の鉢に戻しますので、それを行ってみたいと思います。はい、まず、根の下の方を切ります。ちょっとこうナイフで、最初入れてみると結構きれいに切れてきます。次に上の方、ここの方は雑草の種とかが入ったりするので、まあ、根っこも入ったりするので、きれいに上の方を削いでいきます。これもね、このナイフでやるときれいに全体的に、取れるので便利です。もうこんな感じで上の方はきれいに取れました。あとは根を少し崩して、いけば大丈夫で、あんまりたくさんの根を全部、ほぐしてっていうのはしなくても大丈夫です。まあ、土替えって言っても、まあ、このくらいで全部土を変える必要ありません。このくらい土を落とせば大丈夫です。はい、そしたら下に、新しい培養土を入れます。この時に、元肥も入れていきます。まあ、根に当たらなければ大丈夫なので、小松ガーデンのローズグロウ、これを適量入れていって、そしてまた少し、肥料の入ってない土をかぶせて、よく混ぜます。で、肥料の入ってない土かぶせます。ちょうどいいくらいです。この時ね、あまり先に土をね結構たくさん入れちゃう方がいらっしゃるんですよ。で、入れてみて次に、の段階で苗を置くとこんな感じでね、もうギリギリ、上に土がもう入らないようなぐらい、たっぷり、下に入れてしまうと、やはり、水が回らなくなります。土に、水やりやった時にね、そしてどんどん溢れて出てしまいますので、まあ、成長が悪くなってしまいますよね。なので、必ずこの時に、きちんとこう入れて試してみて、適度なウォータースペースを作ってください。これでもう上の方に少し土を入れるくらいで大丈夫です。あとは、水をたっぷりと与えて完成ですね。
2回くらい、鉢の底から、水が出て、まあ、水が透明になるくらいまで、優しいシャワーでお水かけをしてあげてください。今日の動画いかがだったでしょうか。新苗から育てる、まあ、育て方の総集編みたいなんですよね。大きくやっぱり、5種類の、まあ、の消毒と3種類の消毒、ちょっと違いが出ましたよね。根の方もやっぱり張りも違ってましたね。そうやるとじゃあどっちを選ぶのかってちょっと迷うところもありますが、まず基本に習ってしっかり、やっていただければ、まあ、どちらも成功するっていうことですよね。今年は素敵な花がもうすぐ咲きそうです。なかなかそうやってテストでやったものは、手放せなくてまだロザベールにもあります。通販の方ではまた珍しい品種も、新苗の方で並ぶようになりましたので予約をお願いします。ロザベールではまだ新苗は並んでません。急に寒い日も来たりしますので、並び始めるのはみんな揃って、5月ぐらいですかね。連休の頃にはかなり並んでると思いますのでまた見に来てください。皆さんが楽しく、バラを育てられるように、また、この春から夏にかけての作業とかそういうことも、YouTube の方でしっかり配信していきたいと思います。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆さんごきげんよう。